外しやがった。この私がこの距離で外すなんて。動くな、じっとしてろ。ダメ、踏まないで、踏まないで。高野さんさ、あなたを逮捕します。私が全部悪いことになるのよね。待て、両手を後ろに回せ。いやよ、いや、やめてよ。おじいちゃんのスクラップ持ってくの。この抵抗するな。いや、いやよ。動くな。待て。調査部の富武任意だ。彼女は我々が保護する。しかし司令部からは直ちに東京へ連行せよと命令を受けています。君たちは彼女を見て気づかないのか。かきむしった後でいっぱいじゃないか。雛見沢症候群のかなり高いレベルの発症が疑われる。しかし高野さんさは予防薬の投与を受けているはずです。発症するわけがありません。君たちは資料をちゃんと読んでいるのか。予防薬は 100% の効果を保証するものではない。調査部は彼女の尋問にあたり雛見沢症候群の治療が最優先と考える。今回の事件が彼女の意思に基づくものなのか、末期発症による妄想を誰かが利用したのか、それを判断するためにも彼女には治療を受ける権利と義務がある。治療さん、彼女を直ちに入江機関へ移送する。治療体制を準備させるよう入江二佐へ連絡を。遅くなったね。君を迎えに来たよ。君は君が思っているような悪い人じゃないんだ。やり直そう。今度こそ本当の人生を、田無美代子の人生をやり直すんだ。できない、できない。私いっぱい罪にまみれた。やり直したりなんかしちゃいけない。じゃなきゃ私は自分の罪の重さで。大丈夫、僕が一緒だから。だから高野美代の罪を一緒に償おう。私は生きてていいの。次郎さんは生きててもいいっていうの。もしかすると世界は君を許さないかもしれない。でもそれが何だってんだい。僕が君を許すよ。生きて償い、やり直すんだ。こんな奇跡、僕の身には十分すぎて。あれだけ苦労した旅だったのです。まだ足りない気もしますですよ。そういや、そろそろ時間なんじゃないか。うん、楽しみだね。うん、今年は期待のルーキーをたっぷり可愛がってあげないとね。はぁー、きっと罰ゲーム三昧でかわいそかわいそなのです。はぁー、もう見てるだけじゃないのですね。そうです、お祭りは見るものじゃなくて加わるものですよ。これから先何があっても私たちはずっと一緒ですわよ。もちろんなのですよ。